宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、普通保証と連帯保証の違いについて解説させていただきます。具体的には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益というこの3つ、これが普通保証と連帯保証の違いになってきますので、この点を一つ一つ解説させていただきます。すべて重要なので、すべて頭に入れてください。で、まず催告の抗弁権について、まず条文を読ませていただきます。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に債告をすべき旨を請求することができる。ただし主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときはこの限りではない。このように規定されているんですね。で、まず具体例なんですけれども、A さんが債権者で、 B さんが主たる債務者で、 C さんが普通保証人だったと仮定します。 A さんが B さんにお金を貸して、 C さんが普通保証人になった、連帯保証人じゃないですよっていう話ですね。で、まず A さんが C さん保証人に対して請求してきたとき、 C さんは B さん主たる債務者から先に請求してくださいっていうふうに断ることができるっていうのが債告の抗弁権なんですね。まあ、これについてはまあそれほど難しい内容ではないと思います。もうそのまま頭に入れていただければと思います。債権者が初めに保証人に対して請求してきたときは、保証人は主たる債務者から先に請求してくださいっていうふうに、まあ、断ることができる。まあ、抗弁することができるってことですね。対抗することができる。反論することができる。といったイメージです。で、この債告の抗弁をできない場合があるんです。それはどういった場合なのかっていうと、ここの条文の中に書かれているのは上2つですね。 B さんが、まあ、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、この場合債告の抗弁することできません。また B さんがどこにいるかもわからないと、行方不明っていった場合も債告の抗弁権使えませんので、この点注意しておきましょう。で、まあ、今回の話っていうのは普通保証って連帯保証の違いですよね。で、この債告の抗弁権っていうのは、普通保証人であれば、この債告の抗弁することできるんですけども、連帯保証の場合、C さんが連帯保証人だったといった場合は、債告の抗弁権使うことができないんですね。なんで、この点、頭に入れていただければと思います。で、続いて、検索の抗弁権ですね。これも条文読ませていただきます。債権者が前条の規定に従い、主たる債務者に債告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければならない。このように規定してるんですね。これどういう状況かというと、債告の抗弁権があって A さんは先に B さんに債告をしました。で、債告した後にA さんが C さんに対して請求をしたといった場合、 C さんは B さんが弁済する主力があるよと、また執行が容易であるよという、この2つを C さんが証明したといった場合、 A さんは B さんの財産から先に執行しなければいけませんよっていう内容なんですね。つまりこれっていうのは債告の抗弁があったことが前提なんですよ。債告の抗弁をした上で、で、A さんが B さんに債告します。主たる債務者に債告をする。でもお金返ってこない。そういった場合 A さんは保証人に対して請求かけていきますよね。で、かけたけれども C さんとしては、あれ ?B さんお金持ってるよ。財産持ってるよ。まあ、それを知っていたというのであれば、それを証明したら、A さんは C さんから先に執行するってことができないって話なんですね。C さんの財産について、例えば差し押さえするとか、そういったことできませんよ。先に B さんの財産から強制執行していってくださいね。差し押さえとかね、競売にかけるとか、まあ、そういったことをしていかないといけませんよっていう話なんです。
で、ポイントとしては、ここですね。B さんに弁済する資力がある。まあ、つまり B さんが財産持っているよと。で、この財産っていうのは、A さんが持っている債権、全額持っていなかったとしてもいいんですよ。一部であったとしてもいいんです。一部であったとしても B さん財産持っているっていうことを証明して、また、それが執行が容易であるってことを証明できれば、OK なんですね。で、これ簡単に言ったらどういうことかっていうと、B さん、例えば、〇〇銀行、お金入っているってことを C さん知っているというのであれば、それを伝えればいいって話なんですね。そしたらもう A さんは、あ、B さんこの銀行にお金入ってるんだと。そしたらもうすぐ強制執行かけれますよね。差し押さえなどできるわけじゃないですか。だからそういった感じです。で、この検索の抗弁権主張することができない場合があって、それは連帯保証の場合です。ここにも書いてありますよね。この C さんというのは普通保証人であれば、検索の抗弁権使うことができるけども、連帯保証人はこれ使うことができません。なので、もし C さんが連帯保証人だったというのであれば、まあ、A さんが B さんに催告してお金取れない。その後 A さんが C さんに請求する。で、そういった場合、B さん、お金あるってことを連帯保証人が知っていたとしても、検索の抗弁権使えないから、C さんはもう弁済しなければいけませんよ。っていう話ですね。で、続いて、分別の利益です。で、分別の利益っていうのは、まあ、どういったものかっていうと、保証人の頭数で割った分だけ債務を負ったらいいですよ。つまり、分けることによって得られる利益の話なんですね。で、これも普通保証人にしかなくて、連帯保証人はないんですよ。普通保証人については、保証人の頭数で割った分だけ債務を負えばいいわけだから、それ以外の部分については、債務を負わなくてもいいって話なんですね。それが利益なんですよ。普通保証人にとっての利益って話ですね。例えば A さんが B さんに対して100万円貸しました。で、C さんが普通保証人になりました。D さんが連帯保証人になりました。まあ、こういった場合を考えます。で、こういった場合、保証人は C さんと D さんの2人いますよね。2人います。なので、保証人の頭数で割った分っていうのは、100万円を保証人の頭数2で割ると50ですよね。まあ、50万円です。だから、普通保証人は50万円だけ責任を負うんですね。で、一方で、D さんについては連帯保証人だから、債権者に対して100万円、丸々債務を負わなければいけませんよ。っていう話です。ここにも書いてある通り、連帯保証人は分別の利益はない。つまり、頭数で割った分だけ債務を負うってことができない。もう全額丸々負担しなければいけませんよ。っていう話です。まあ、これもちろんですね、C さんが50万円弁済したというのであれば、これは D さんの債務、連帯保証人として負う債務っていうのは50万円に減りますよ。これはもちろん当然です。50万円もらって、D さんから100万円もらうってことはできませんよ。で、100万円しか貸してないわけだから、これ150万もらったらおかしくなりますよね。まあ、この点も、まあ、注意していただければと思います。で、今回は普通保証と連帯保証の違いについて解説いたしました。債国の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益っていうのは、普通保証人は持っているものなんですけれども、連帯保証人はこれら持ってませんので、この点を頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。